ご注文どうされますか。吃音がある人が話すのに時間がかかっている、あなたならこのように接しました。今月7日、越谷市で1日限定のカフェが開かれました。接客を行ったのは、吃音のある高校生や大学生など5人です。吃音は言葉が滑らかに出ない発話障害の一つで、日本にはおよそ120万人いると言われています。カフェは吃音のある若者たちに接客を通して自信を持ってもらうとともに、訪れた人たちに吃音について理解を深めてもらおうと開かれました。これまでに全国18カ所で期間限定でオープンしていて、県内では初めての開催です。企画した奥村ありささんです。自身も吃音のある奥村さんがこのカフェを始めたきっかけは、若者の挑戦を応援したいという思いからでした。私がオーストラリアに留学しているときに、障害のある人とかも身振り手振りで接客をしている姿を見て、私も吃音があるけども、そうやって自分のできる方法で接客ができるんじゃないかなと思ってカフェを始めました。絶対吃音だから接客は無理だと思ってきた人も、このカフェで自信をつけて地元に帰った時に地元のカフェで働いてくれたりとか、そういう変化がありました。同じように吃音のある仲間たちが自分の夢に向かって挑戦をしていくっていうのはすごく嬉しいです。県内に住む大学4年生の蓮さんは、初対面の人と話すなどの緊張する場面よりも普段の会話で症状が出やすいといいます。来年春からは夢だった学校の先生になることが決まっています。接客業をその吃音を理由に避けてきたっていうのがあって、なのでその教師をする前に最後に、こういうそのカフェとかそういう王道のこう接客業に挑戦してみたいという思いで参加させていただきました。話し方を真似したりからかわないでください。で最後に、言葉がうまく出ませんが、他の人と同じように接していただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、では、お席自由にお座りいただければと思います。吃音のある仲間との交流に勇気づけられ、教師への夢を叶えた蓮さん。お願いします。自身の経験を訪れた人たちに共有しながらコミュニケーションを取って接客を行っていました。高校3年生のサナさんは、特定の音が出にくく、固有名詞など言い換えのできない言葉が苦手です。できないことがあっても隠さずに自分らしくいたいと、憧れだった接客業に今回チャレンジしました。もともとコンビニや接客のアルバイトがしてみたいと思っていたんですけど、吃音があってなかなか挑戦することができなかったので、と思っても大丈夫な環境で接客にチャレンジしたいという思いがあって、カフェにマニュアルはありません。自分たちの話しやすい言葉や言い回しで対応します。吃音があっても、もう話は聞いてもらいたいです。代わりに言ってほしい人もいるので、本人に聞いてみるといいと思います。吃音について知ってもらうため、クイズや自分たちの体験談を用意しました。同じクラスに、この日は事前に予約のあった40人ほどが訪れました。自分も吃音を持ってて、それでその SNS とかで注文に時間がかかるカフェっていうのを知って、その同じ吃音を持ってる人が頑張ってるのを見たいなと思って
き音を持ってても、その他の人と同じように普通に接客できるんだなと思って、なんかいい勇気をもらいました。世間一般でこう理解っていうのがあんまり広がってないと思うので、まあ、こういうようなイベントがもっとこう大々的に開催ができれば、もっとそういうこういう喫音に対する理解とかっていうのは深まるのかなって思いました。接客に挑戦したレンさんやサナさんたちにも発見や心の変化があったようです。お願いします。今回その本当に初めてこういう接客業に挑戦したんですけど、本当に楽しいなっていうか、こうお客様とのこう、まあ、言葉のキャッチボールというか、こう心がこう通じている感じがすごい楽しいというか、すごい幸せな時間だなっていうふうに思ってます。まあ、こういったその新しいその視点っていうのが今日学ぶことができたので、そういう違った視点っていうのをその来年4月から教員になった時にも生かしていきたいというふうに思ってます。人に話を聞いてもらうことってこんなに嬉しいんだなって思いました。まだ接客 のアルバイトとかは怖いんですけど、普段人と話すのも怖かったけど、人とこうやっていろんな人 と話してみて、これから人と話してコミュニケーションを取る自信が少しつきました。